さあ、スタートしました。稲葉講師作品集、シアン特装版開封の模様を実況でお伝えします。まずは段ボールから紙を取り出して、すると出てまいりました。角川ストア購入特典の原稿用紙です。未発表の歌詞が原稿用紙に書かれております。そしてその下には、シアン本体が入った輸送用段ボールケースが入っておりますが、重い。片手で持ち上げようとしておりますが、重い。とにかく重い。 片手でカメラを持ち、片手で開封動画を撮っております。ようやく取り出しました。さあ、そして久友選手、ここで段ボールを開けようと、おもむろにカッターを取り出しましたが、ここで箱に書いてある注意書きをご覧ください。カッター等での開封は中の商品を傷つける恐れがありますので、十分ご注意ください。さあ、この注意書きが目に入り、 少々不安を感じながらも、伊佐藤選手はなんとカッターでの開封を続行していく模様です。慎重にセロハンテープにカッターで切り込みを入れていきます。片手でカメラを持ち、画角を気にしながらの作業は非常に難易度が高いためか、いつもよりも慎重に作業しているようです。まもなく開封の儀が終わりそうです。さあ、切り込みを入れ終わり。箱を開けました。 中には段ボールの板がもう一枚入っておりました。そしてその下にはプチプチくんと養生テープに包まれたシアン本体が出てまいりました。さあ、ここで疑問に思った方も多いでしょう。注意書きにあった商品を傷つける開封とは一体どのような状況なのでしょうかそれはさておき、引き続き片手での開封を試みます。養生テープはまず剥がしました。ちなみに撮影時の室温は29度。 汗っかき23歳男性の手はウェッティ状態です。プチプチくんとウェッティな手が触れ合う際のハーモニーが非常に深いであります。ここで何ということでしょう。伊佐智選手、片手での開封を諦めてしまいました。片手で開封するというテーマを設けた以上はもう少し頑張って欲しかったところです。さあ、無事に開封し終え、下のプチプチくんを投げ捨てたここで非常にダイナミックなプレーが飛び出しました。 今度こそは最後まで片手で開けようと、蓋に手をかけておりますが、片方を持ち上げるともう片方が引っかかってしまい、なかなか思うように開きません。これはまさに、あちらが笑えばこちらがなくし、太鼓からの繰り返し状態です。さあ、上下左右に手をかけ、苦戦しながらもなんとか片手で開けることができました。中には2冊の分厚い本が入っています。 さあ、ここで伊佐智選手、片手で本を取り出せないか探っているようです。しかし、ここで早くも諦めてしまった。もはや片手で開封している様子をお伝えしているのか怪しくなってまいりました。さあ、気を取り直して本の外観をチェックしている模様です。非常に分厚く高級感があります。そして重い。さあ、ここで伊佐智選手、なんと本を箱に片付け始めました。 ブルーの髪の下にフォトブックが入っていることに気づいていないようです。撮影時の伊佐智選手は開封動画を撮り終えたと思い込み、完全に一息ついてしまっております。そしてこちらは、フォトブックの存在に気づいた後の様子です。学習したのか、スムーズに中の本を片手で取り出します。そしてブルーの髪を持ち上げると、中からフォトブックが出てまいりました。 そして大胆にひっくり返して取り出しました。以上、稲葉講師作品集、シアン特装版の開封の模様を実況でお伝えしました。